はい、こんにちは、眠りさくらです。今日はですね、何をやっていくかと言いますと、今日は家庭菜園をやっていきたいと思います。イエーイ。パート3ぐらいかな、食べやす編、植える編ときまして、今回やっていきたいと思います。オープニングをね、ちょっと変えました。以前は結構長めのね、オープニングだったんですけど、まあちょっと短縮系としてね、今後やっていきたいと思います。今後、徐々にね、こう、オープニングとかも進化させていきたいと思ってますので、まあとりあえずはこの、はい、こんにちは、眠りさくらです。でやっていきたいと思います。残念なお知らせでございます。皆さん。残念なお知らせ。はい。今のね、まあ、ポットに植えた方の状況をご覧いただきたいと思います。ドン！じゃん！はい、こんな感じで芽は出ております。芽は出ているし、まあいい感じに伸びてはいるんですが、止まっております。チーン。はい、成長が止まっております。まあ、そういう状況なんですね、今。で、これがおかひじき。で、これがピーマンと、ナスっていう感じなんですけど、止まっているんですね、成長が。はい、今ね、芽が出てる状態のものをお見せしたんですけど、畑の方にね、植えた種をまいたと思うんですけど、あそこも、きゅうりと枝豆くらいしか、出てないんですね。畑に植えたのは結構早かった時期なので、その4月末とかそれぐらいに植えたので、ちょっと早かったんですね。芽が出なかったのかなっていう感じで、こっちも芽は出たんですけど、成長が遅い、すごく遅いっていう感じなので、今日は苗をホームセンターの方で買ってきて、そして畑に植えたいと思います。もうちょっとね、時間的にもう苗とかも売り出さない時期に入っていくので、タイミング的に今かなという判断でございます。畑の方でね、芽が出ているやつはそのまま育てていくんですけど、芽が出てないのは苗を買ってきて植えていきたいと思います。こっちのポットの今お見せした方は、ちょっとこのままね、ここでお家の中で、お家のベランダでね、育てていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで畑にやってまいりました。まず前回畑に種植えたと思うんですけど、状況をお見せしたいと思います。まずここに枝豆、すごい、結構育ってると思わない？クリアファイルちぎって枝豆とか書いてね、やったんだけど、でその隣がおばちゃん、おばちゃん2つぐらい出て、その隣が小松菜ちゃんで、結構いっぱいふさふさと生えております。その隣にトマトなんだけど、トマトはね、お家でちょっと育てたやつを移したんだけど、これあんまね成長しないからね、今日苗買ってきましたので、それ植えたいと思います。でこっちがキュウリ、これもどうかな、一応残す予定なんですけど、きゅうりもね買ってきました。まあ大体そんな感じで、あとピーマンとナスがここにねじゃんじゃんぽあったんですけど、でもちょっとね生えないので買ってきました。今日買ってきた苗をじゃあお見せします。今日買ってきた苗はこんな感じ。こちらのキュウリちゃん、いやー結構成長してるね、キュウリちゃん。あら、あとナスが2つ、これね。で、あとはこれがミニトマトです。大きなトマトはカラスが食べちゃうみたいで、だからミニトマトにしようっていうので、この夏はね、キュウリとナスとトマト、あと小松菜と枝豆いきます。早速植えていきたいと思います。まず場所をね、ちょっとある程度決めて掘って、これをスパッとねやっていきます。はい、それでは早速植えていきます。今
さんね、ちょっと雑草抜いたりとか、畝を作ったり、畝っていうのはなんか植えるとこだけ山になってて、で歩く道を作るみたいなね、そういう作業をやったんですけど、まずここにフルーツイエローのトマト、黄色いトマトがねできるんですけど、こういう黄色いトマトを植えていきます。ちょっとこうね、取って、こう取って、取って、植えていきます。よいしょ。OK。これでミニトマトちゃん。抜いちゃった。抜いちゃった。じゃあ次ナスいきます。ナス、これぐらいよいしょ、こうやって。わあ、いいね。これで成長して、たくさんのナスを食べよう。完成。あと2つやっていきます。こっちはね、なんかちょっと長いね、長めのナスちゃんができるみたいで、なんか種類がいろんな種類があってね、すごかった。マスクめちゃくちゃ蒸れるね。ユニクロさんがね、蒸れないマスクを発売するんだって。で、発売時期はまだ未定らしいんだけど、ね、さ、なんか、ね、こういうランニングとかされてる方とかさ、こうやって作業されてる方、で、人と関わる方はさ、マスクしてないといけないから、蒸れないマスクいいですよね。なっちゃん、できました。ちゃんと根が生えてる。すごい。すごいね。完成でございます。ございます。最後にね、このポールをね、刺して紐でねちょっと結んでいきたいと思います。じゃあこの位置にさーっと、よいしょ、どう？いいでしょ。よし、そしてこんな感じで結びます。ここ、じゃあこの糸でここを結びます。こうやって、こうやって、でここで結びます。めっちゃ熱い。トマトちゃんもすべて完成しました。こっちはね、ここの網があるので、ここの網にお借りして結ぶっていうかやっていきます。今後成長したらね、はい、そんな感じでですね、今日は植える編をやっていきました。ちょっと種まきしたのは残念だったんですけど、気温とかねタイミング的にダメだったので、苗でチャレンジしていきます。苗だとねすごく早いみたいで、2週間ぐらいで結構ね育つらしいので、今度収穫編でね、収穫編今度撮っていきたいと思うので、それまでちょっと楽しみにね待ってていただけたらと思います。ちょこちょことツイッターとかに載せるかもしれません、成長具合を。そっちの方もチェックしてもらえたらと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンと
チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。